色運転は中華民国の政治家、モンゴル族、モンゴル名はセレンドン・ロブ、中国国民党に属し、内モンゴルでの党組織に従事した。また、反省解析運動にも加わっている。字は巨戦。1911年、北京国分先週間で漢文を学ぶ。翌1912年、 公立妄想学校法制経済科に入学した。1919年、中国国民党に加入する。翌年、内蒙古党務特派員に任ぜられた。1924年1月、国民党第1回全国代表大会に出席し、第1期候補中央執行委員に選出されている。3月、国民党内も臨時執行委員会。 ヒカルソナエインに任せられ、内モンゴルでの党組織建設に従事した。翌年3月、内モンコ国民党全盲代表大会が実施され、白運転が党執行委員会委員長に選出されている。1926年1月、毛古戦医師に任せられる。1928年2月、2期4中全会で中央執行委員に補充選出された。 6月、坊蔵委員会常務委員に任ぜられる。11月、寧歌省政府委員となった。その後、白運定は、王朝名ら改祖派の一員として、反省解析運動に参加した。そのため、1929年11月に当席を剥奪される。翌年、兵玉省と円釈山らが北平で開催した拡大会議に参加し、 半省の国民政府民族部主任委員となった。しかし、半省軍が敗北したため、白は関東省に逃れた。1931年10月、各派大道団結により白も党籍を回復している。12月、党中央組織委員会委員に任ぜられた。1934年3月、猛虎地方自治政務委員会委員も兼ねている。しかし、後に、 重慶に移り、王朝名らの新日政府樹立活動には、追随しなかった。1945年5月、国民党第6期中央執行委員に選出される。翌年11月、政権国民大会代表に当選した。1947年7月、毛蔵委員会副委員長に任ぜられる。冬には、雪のり国民大会代表に当選した。 1948年12月、孟造委員会委員長に選出された。翌年6月までその地位にあった。国境内戦での国民党敗北とともに、白運転も台湾へ逃亡した。そこで、中華民国総統府国策顧問に任ぜられている。1957年10月以降、第8期から第11期まで連続して、党中央評議委員に選出された。 1980年8月2日、台北にて病没。去年87。ありがとうございます。